芦沢流星を抜いて一番喧嘩が強いラッパーでやるサンパウロから。よろしくな。あ、あれ、飯田決まったの？こういう風に飯田どこ？飯田ヨルガリコ飯田決まったの？飯田飯田くん決まったの？寝てんの？2人スパート。あと、まあ僕は決まってないですけど、まあ正直言うとあんまりなんか興味ある相手がいないんですけど。お前興味ある女子コースばっかだから。だってなあ、宮下パーク行って JK のケツしか見てねえじゃん。お前はまあ確かにこっちゃん花があるから。宮下パークでナンパしに行こうと思って行ったら女子コースナンパしたら同じこと考えてんのお前。スターバーでなんか普通にコーヒー飲んでて仕事してたお前たち。もうちょっと頑張れよお前。何が？女なんて自分からおんじゃねえんで女持ってくんだよ。女なんかいらねえわ俺。なもうちょっと頑張って。前みたいな女なんだから。で、そこで誰が俺に声かけてくれたの？お前だろ。ああ、知ってます、出てましたよね。あ、ちょっと写真いいっすか。全く同じことお前が言ったんだよ。お前なんか役で待ってんのか。そう全く同じことお前が言ったんだよ、そうやって。あの、強いっすか？ケンコバさんのワイヤルというところで優勝している方ですね。強い、強い。経験者。こんなんやってねえ、喧嘩だけで。喧嘩だけ。いいよ、やってやるよ。だって残ってんのは一番強いのお前だろ。それはそうや。いいよ。飯田だって逃げちゃったもんな。飯田。飯田とやるって声多かったんだよな、俺のファンが。で、お前強いし別にいいかなと思ったけど。どこの今の骨と決まったの？いいな。もういいだろ、もう。なあ。これだよ。いい。よいしょよいしょ。じゃあ決定しますか。お願いします。もう、診察するんで。